はい、皆さんこんにちは、岡山アートフィルムディレクテッドバイ山椒ディレクターの山椒でーす。はい、ということで、本日も、GR with あ、GRWM、Get Ready With Me を撮っていきたいと思います。なんか YouTube で結構再生数が回ってるのがこの動画らしくて、僕もその自分の動画って見るの恥ずかしいんですけど、唯一 YouTube で自分の動画をフルで見れるのはほんまこの企画だけです。はい、他のなんか社内トークとかじゃ恥ずかしくて見てらんないんでこの動画だけはなんかこう緩く見れるんで、この企画どんどんね伸ばしていきたいと思うんですが、本日も、ヘアメイク、そして同級生の、ナオトに来てもらってます。お願いします。よろしくお願いします。おはよう。おはようございます。おはよう。どうですか、調子は？いい感じですね。あ、ほんま？はい。何が何が何がそうね、仕事もまあ順調ですし、うん、プライベートの方も。あ、なんすかそれは誰も興味ないナオトのプライベート最近は倉敷の幼馴染が東京に遊びに来た時に一緒に飯行ったよな。あ、そうね。な、うん、みんなで一緒に飯食ってちょっと軽く酒飲んだりしてみたいな、うん、が交流があったりとか、あとはまあナオトと結構最近一緒におったりすることが多いから、なんか俺めっちゃ岡山弁がすげえ出てくるようになったよ、マジで。あ、普段の。そう、ナチュラルに。そう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 。このランページは割といろんな出身地の人が多いから、その関西弁が強かったりとか、ジンさんとかめちゃくちゃ強いから、ジンさんのが移って俺も関西弁になったりしとったんだけど、割と最近は岡山の人と一緒にいる機会が多いんで、岡山弁が結構出てきたかなと思います。そうやな今日はこの後宝冠町っていうんですか、宝冠町。俺あんま行ったことないけど、宝冠町って何が？いつかラーメンかなんか食べに、あのとんかつラーメン、とんかつラーメンの、ああれ宝冠町か。はい。あ、だからその時も俺多分初めてとか言っとったと思う。でそこ行って、ちょっと問屋町も行って、ちょっと古着をね、あの見に行きたいなっていう、あのアートフィルムとはっていう企画を今日はやっていきたいと思うんでそのために今日はちょっと私服も古着っぽくしてきました。イメージ的には、はい、髪もこれ直人がやってくれたんですけど、くすんだ色なんで、ちょっとこうスモーキーなメイクと髪型にしてもらえればなと思います。はい、かしこまりました。はい、良きタイミングでさ、これやっていいよ別に、私が使うのはみたいな。誰も多分全然参考にしてねえと思うけど。でもさ、何人かさ、うん、買いましたみたいな。マジで？来るファンとかなんか。やば。ありがとうございます。え、DM とかで。いや、そのあ、お店に来てくれてる方で、うん、で買いましたみたいな。逆に伸ばしていく、そこもっともさ。そっちに？そうそう、まだ発展途上だよこの動画もさ、いろいろ試してみるのありかもね。こういうところでナオトのキャラがちゃんと出た方が、ヘアメイクアーティストとしての今後のさ、あ、そうね、仕事にもつながってくるから、そこもちょっと固めていこうよ。おかまに振り切るしかないどっちがいい？割とマット。こっちでもまあアッシュ系の、うん、アッシュ系こっち。はい、じゃあやっていきましょう。今日はインスタの七山翔の質問箱でクリスマスに関しての質問というか思い出を、皆さんから送っていただきました。もう最近は俺らもうクリスマス絶対にさ、ランページライブなんよ、うん、で24にここ2年で新潟に絶対いるから。あ、ね、そう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 、クリスマスだなって思うのが、そのランページのライブのステージ上でその日だけのオリジナルのなんか曲とかを持ってきた時に、クリスマス演出を絶対やるんだけど、その時にうわクリスマスじゃなってなる。あんまさ、うん、なんか大人になってさ、クリスマスパーティーとかも別にせんやん。そうね、街を歩く人たちのこうテンションとかさ、服装を見て、うん、ああもうクリスマス近いんじゃなって思うのが多いよな。なんかいつしかクリスマスを楽しめなくなってきた気がするなんで？なんかプレゼントを昔はもらえるからさ、あ、子供の時は。そう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 。あ、サンタさん何歳まで、あ、よりいいのかな、これ結構グレーだけど、サンタさん何歳まで来てくれてた？あーね、うん、でも小学生ぐらいじゃない？あ、それ卒業するまでぐらいじゃない？おお、でも結構長い方なんじゃん。まあでもなんかもう理解した上でサンタさんにお願いしてた。あ、まあそうね、うん、サンタさんもそのなあ、こうやっぱ子供たちをターゲットとしてるから
ある程度年齢いった人のところまで行きよったらもうすげえ数になるけん、うん、サンタさんも割と忙しくて、まあ、小学生ぐらいまでかな、うん、あとはまあどうしてもっていうんだったらまあ中学生ぐらいかなっていう感じだな、うん、俺もなその記憶でめっちゃ記憶にあるのがナルトがめっちゃ好きだったよな小学生の時、うんうん、でナルトのさ昔なんかカードみたいなのがあったよカードゲームそうそうそうナルトのカードゲームがあって、うん、でそれのなんかレアなやつが入ったボックスみたいなやつあるやん、うん、多分今もそのポケモンとかであると思うんだけど、うん、なんかそのコンプリートボックスみたいなのをくださいって言ったんやな、うん、でそれがあのサンタさんに届きまして、うんまあ、クリスマス当日に夜中にトイレ行きたくなったけど起きて、うん、そのトイレに行こうとしたら、うんまあ、階段で、まあ、父親と鉢合ったんですよねであお父さんじゃってなってパッてこう見たらなんか明らかにその地元のショッピングモールのポリ袋みたいなのを持ってて、うん、でディティールが完全に四角い箱なんですよねでそこでこうまず 1悟りをしたやん、うん、まずそこであこれお父さんがもしかしたらサンタさんから直接もらってそれを俺に届けてくれとんじゃねえかなっていうおおかわいいっていうかわいい感じだった、うん、それが小3か小4ぐらい、うん、でこれも完全にうちの親のケアレスミスなんですけど、うん、次の年にまた違うそれこそナルトのなんかゲームソフトみたいなプレ2のさ、うん、ナルティメットヒーローが欲しいみたいなあー懐かしいで言って、うん、でそれもその無事サンタさんに通って、うん、でじゃあ楽しみじゃなって言ってクリスマスの前々日ぐらいに家族でどっかに出かけようっていう話になって、うん、子供たちがこう先に家から出て行ってで車の鍵ペッて開けたぐらいでなんか後ろからお母の声で、うん、あっみたいな聞こえたよで、まあ、そのこと気にせず後部座席ガチャってあげたら、うん、その車の後部座席にそのナルティメットヒーローが地元のショッピングモールのポリ袋に入れられて、うん、バンって投げられてて、うん、でそこであこれ買ったなってなって、うん、そこでそのサンタさんの、うんまあ、忙しさを知ったっていうでもういいよって多分なって、うん、もうはいはいもうはい大丈夫です分かりましたってなって、うん、もう次から逆に開き直った状態みたいな、うん、公式としてクリスマスプレゼントをもらうようになってだから直接サンタさんに、うん、お願いすることができるっていうか、うんうん、母親父親を通さずにサンタさんに直談判できるようになったっていうでもそっから割と俺ももらってた気がすんな中学生ぐらいはねもらうよねでもなんか友達とプレゼント交換とか、うん、なかったなあへえ、うん、絶対家族でなんかシチュー食ってた気がするシチュー、うん、シチューとバターロールみたいな、うん、あもう決まりやったんやそう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 ということで、じゃあ読んでいこうかなあこれはあのオフィシャルじゃないんでねハヤトアンダーバー小森アンダーバーさんまあ多分小森ハヤトさんのことが好きなファンの方ですね彼氏が急に会えるって LINE してきたそしてハグとキスしたやだよいいねえでもクリスマスにさ急に会えるなんだ確かにねなんかそういうのって大体なんか前々からなんかさどっか行こうやみたいなイオン行こうやってならんのねギリギリで付き合ったんじゃないあなるほどね、うん、そのクリスマスのギリギリに付き合ってバイト入れちゃっててみたいなそういうこと分からんけどでもなんかいいねクリスマスなんじゃけど夜にこう公園で2人だけで会うみたいなね、うん、マジ絶対あの岡山県のあの皆さん公園だけはなくさない方がいいですよやっぱちょっとね夜の公園とかさ放課後の公園ってめちゃくちゃ思い出に残ってないなんかああ残ってる友達となんか学校帰りにそのまま公園行って遊んで帰るとかの、うん、思い出がすごい今ずっとあるからなんかね子供たちのためにもちょっと公園だけはなくさないでほしいなって思いますねうん誰に訴えかけたの岡山県の岡山県に偉い人公園とかもろもろをやってる偉い人あやっぱデート多いなあでも YMS アンダーバー、MAA033 去年の冬ランペのライブでクリスマス過ごせたことあれだ去年って言えばレイオブライトかレイオブライトは確かあれやったんすよねヘブンリーホワイトとあなたへクリスマスオリジナルでカバーさせてもらった曲があってであなたへはあのランページフロムエグザイルのシングル切った時にカバーさせてもらってもうやっぱあなたへすごくないあのエグザイルさんの
響けディンドーチャイ、あーはい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 、あれランページでもカバーしたんだけど、うんうん、もう曲力というかあの曲を聴くたんびになんかこうクッてなるっていうでそれ俺らなんてさもうめっちゃ世代じゃけんさ、うん、カラオケで歌いまくってたわけよ、うん、あそうね、で言うたら今の若い人たちもその当時は多分めっちゃ小学生とか子供だったと思うけど、うん、今それだけ浸透しててさ、うん、でそれライブでもめちゃくちゃ人気じゃし、うん、すごく歌詞もいいしさ、であなたへがすごく良くて、でなんかあなたへもヘブンリーホワイトも確かパフォーマー入れて踊ったんだよね。ヘブンリーは高井出かなが多分振り付けしてくれて踊ったんだけど、ヘブンリーも好きなんだよな。知ってる？わかんない。さよならと言いた冬の日にあなた全部それじゃん曲名まあね分からんだな。携帯で聴いとるとさあ確かに見ないから、うん、ヘブンリーはもうランページの中でもぶっちぎりで人気でさ、メンバーの中でももう冬と言ったらヘブンリーでしょみたいになってて、うん、ランページで唯一ないのかな、クリスマスソングというか冬ソングが。夏とかはあるし、ウェルカムとか、うん、サマーデイズとかあって、まあ春になったらまあマイプレイヤーとかシーズンズとかあのそういう卒業ソングとかはあるんだけど、冬だけ唯一ないんですよ。だからそこをちょっとランページでも作りたいなと最近思ってて、うん、まあ、やっぱそういう四季のね気持ちとかさ感情って絶対なんかこう、うん、みんなのさ思い出に残っていくわけよ人生の中で、うん、な春夏秋冬のさ、まあ、恋人もそうやし友達もそうやし卒業とか入社とかさ、そういうのも全部さ季節がこう何刷り込まれていく。じゃあ返事してもらっていいですかすいません、うん、ちょっと集中してね。でも俺が一番その季節とか思い出すのって匂いで、あーでも秋の匂い、そう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 なんや。だから匂いも結局時期を思い出すんですよ、うん、じゃあスメルっていう曲作ってみたいななんかそれちょっとダサくね、ダセーよな。そのみんなのね四季をね、うん、彩れるような、まあ、曲をもっと作りたいなと思います、ね、はい次いこう。うわっ山山 -RMPG さん、旦那にプロポーズされた記念日、素敵です、おめでとうございます。プロポーズするときってどんなんなんだろうな、マジで。したことある？いや、ないです。ないか。してたら結婚してるもんな、うん、いつかはしたいよね。お、え、なんかその、うん、あるんすか理想のシチュエーションみたいな。でもさらっと言いたいかな。あ、そっち派？うん、さらっと言ってどっかのタイミングで改めてなんかレストランみたいな、うん、どういうこと？どっかのタイミングで2回やるの？そんなやつおる？なんかこない、まあこの間も言ったと思うけどみたいななんかいきなりなんか、うん、それするのちょっとはずいやん。いや、いきなりが、いやだからいいんじゃね。まあまあね、うん、いやでもやっぱさその、うん、そのプロポーズって多分俺らもそうやけど多分する方もされる方も、うん、すげえこう自分の中でのさ、うん、理想じゃないけどさ、シチュエーションが固まっとる場合が多いやん、うん、例えば夜景の見えるレストランとかでやるか、なんか港未来みたいな、うん、ああいうちょっとこうなんか公園みたいなところでされるとか、はたまた普通に家で飯食ってる時に言われるとか、めっちゃ多分一生絶対覚えるやんそんなもんって。だけど多分結構大事に したいなと思うけど、でもなんかそのさらっとしたいのもちょっと俺も分かるよ。分かるよな、うん、フラッシュモブあ、じゃあ直人が結婚するってなった時俺フラッシュモブやるわお願いするバレバレの状態でずっとおるわじゃあ、うん、急に踊りだした、うん、ねねねねねってねねってねね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 ねワンダイレクションの曲でやらせてもらっていいですか、うん、お願いするわあれもあれで恥ずかしいと思うけどな、うん、素敵。結婚記念日、そう、親の結婚記念日とか全然覚えてねえけんな。あるんかな、あるよな、るなんかそういうのあんま気にせんタイプだったけんな、なんか。あ、両親が、うん、だからもしかしたら2人だけで、あ、ね、あ、でもそれもいいな、なんか逆に、うん、こうパパとママが結婚した日だよっていうよりかはもう勝手にこう2人だけで飯行ってくれとったりしたらめっちゃ素敵やな。なんか好きな人に告白して付き合えたとかさ、うん、当時の彼氏とディズニー行ったこととかさ、うん、もうそんなんばっかりなんだけど、なんか逆にないのかな。どういうの？え？ちょっと
切ねえなっていう、まあね、うん、それちょっと 探そうかな。まあ、でもライブ来てくれたって結構多いな、うん、おやばいなこれちょっとあんまり、あーまあいいか、アカウントの名前言っちゃうけど、神谷皇帝16さん、ね、この神谷健太のファンですね、バイト終わりに当時付き合ってた彼氏に会いに行ったら浮気してたので街中で大喧嘩しました、ね、うおーしびれるね初手なんなんだろうな浮気しててこうパッてなって、うん、おいって言えるのか、逆に LINE で今どこみたいな、ね、今あ別に普通に家おるよみたいな、うん、で電話して なんで出れないのみたいな、はいはい、でいやちょっと今なんとかじゃけみたいな、なんかってなってそのままどこどこ見てみたいので、彼氏がちょっとこうパッて見たら彼女が立ってて、うえやばいよ、やばいね、すごっ、それは大喧嘩するわ、うん、しかもクリスマスやけんな。どうなったんや、さすがにじゃない、別れたかな、別れたか、もうその後、まあ一旦友達と弾けてくれてたら嬉しいな。そうね、ね、友達んとこ行ってな。 YMSH1O-O63、 兄に3万の腕時計を買ってもらったら彼女より高いプレゼントでした。めっちゃいいやん。お兄ちゃんの彼女より高いプレゼントを妹にあげてるってことでしょ。素敵。その兄弟でプレゼント、あ、兄貴おるよな。おるおる。あるそんなん。あーでもお兄ちゃんはくれるかも。うん、誕生日とか、うん、ねだれば絶対くれる。へえー。これ欲しいって言ったらなんかね、その何々もらいましたみたいな。あ、でもリング買ってもらった。へえー。結構いいやつ。うん、それも3、4万ぐらいのやつ。いいな。ないわ。あ、でも俺はめっちゃ買う。絶対母親が東京来た時に服を見に行くんだけど、うん、そこでなんかこれ姉貴っぽいなみたいなのも絶対出てくるから、うん、その時に、まあ、じゃあ一緒に買ってあげるわって言って、うん、母親もあ、じゃあこれそのお姉ちゃんにあげるわって持って帰るんだけど、うん、それを母親が勝手に自分のものにしてたりするっていうだから母親が2つ持って帰ってることになってるから、うん、もらってねえよみたいな結構ある。でもあっちからもらったことはあんまないかもな。へえ、まあ、ちっちゃい時も、ちっちゃい時も、うん、ちっちゃい時なんてもうずっと別にあげんくね、年子の兄弟にって思う。年子の、うん、でもまあ甥っ子とか姪っ子がもうおるから、うん、もうそれが姉貴からのプレゼントかなって思います。素敵。ポポポポ。シル0314さん、仕事を急いで終わらせてディズニーシーに行ってクリスマスイブデートしたこと、今は旦那です。やかましいわ。やかましいわ。デートしたことハート、今は旦那です。いいね。いいなぁ。なんか仕事を急いで終わらせてディズニーシーに行くときにさ、絶対あの曲が俺流れるんだよ。雨は夜更け過ぎにのやつ。あれな、山下達郎さんのクリスマスイブか、うん。あの曲が俺流れてる気がする。みんなの頭の中で。なんか CM でそんなのなかったっけ？多分ケンタッキーかなんかで、あるよね、そういうのが多分あって走ってる映画。うん、なんかさ、クリスマスってなんか走ってるイメージあんだよな、なんかそのみんなみんな急いでる、そうそうそう、でマフラー巻いてさ、寒っとか言いながらこうダッシュして、うん、雨はよふっと過ぎにでこう走っていって、どっちかをずっと待ったの、そうそうそう寒いなみたいな、もう来ないのかなって言っただけにこうあっみたいな感じでこう、だいたいその人のこうカメラがこうなめでこうなった時にここに彼氏がみたいなこう言って、お待たせみたいなね、こう遅いよってこううんっていうやつがある、はいはいはい、俺にカラオケの後ろの映像撮らしたらピカイチだと思うよ。あの寒い系の映像、はいはいはい、めっちゃ撮れると思う。いつか撮らしてください、ナオトで。みんななんかサンタさんいいな。うわ、ウォークマン、ローラーシューズ、マリカをサンタさんからもらった世代だって。懐かしい。うちの姉貴もローラーシューズもらってたな。
いまだにさあのかかとについてるやつとかあんのかな。あーよくみんなスーパーでそうそうそうあれ油すぎて一瞬で禁止になったけどな、いたなー。なんかクラスでそんなに活発じゃないタイプの女の子とイオンとかで会った時にその子めっちゃそれうまくて、マジであのイオン中をさかかとだけでこうマジ滑走しててさグワーって、あのスーパーとかでさお菓子のさ陳列棚とかあるやん、うん、あれをさマジでコースだと思ってる子がいてマジ一人でレースしてんのかなぐらいうまくてさ、ギャップでびっくりした記憶があるわ。俺絶対できんかったな、運動神経悪かったから。持ってなかったな、そもそも。え、でも欲しくなかった。うん、欲しくなあ、ああいうの憧れるよ、うん、彼氏のズボンのポケットに手入れてって言われて入れたらプレゼントが入ってました。彼氏のズボンのポケットに手入れてって言われて入れたらプレゼントが入ってましたって、これ下ネタですかあれそういうことですか。そういうことでしょ。え、そういうこと、そういうこと、そういうことなの。違うやろ。違うよな。違うよな、さすがにな。指輪とかだといいな確かに。あ、それ違う、それ違うそれ違うってなったら思うあ、それは、それ違うアホやろアホだな、さすがに、うん、それはピーかな、ピーかな、独身術で解読してください。あ、ほらやっぱいるよ、 1677K さん。6歳の頃親の携帯を勝手に見たらサンタからもらったと思ってたものの入手先のメールを見つけましただって。やっぱバレるとは思ってないよね、さすがにな、うん、え、でも子供、例えば自分の子供が生まれたら、うん、そのサンタさんはどうする、そのどうするとか、クリスマスプレゼントをちゃんとこう、うん、おねだりしてちゃんとあげるっていうか、うん、そういう子にするのか、うん、はたまたもう割り切ってさ、うん、そのクリスマスプレゼントとして渡す、うん、親から渡すタイプ。ああね、うん、ちゃんとでもサンタさん、うんにお願いし、うん、してもらう。昔やってたのあのさ、チラシ、新聞とかに入ってたってのスーパーのチラシみたいなやつを見て、うん、チャリとかさ、うん、プレ2のソフトとか、うん、カードゲームとかベイブレードとかわーってなんか大特価セールみたいなやつからなんかこれって選んで、でそれをなんか紙に書いてなんかおばあちゃんと一緒に やっとったな。で、あんたがクリスマスまで英語にしとったらこれサンタさんからもらえるけんって言われて、よかったって。で、大体そっからそのサンタさんまでの期間はなんかちょっと悪いことしたら、あ、そんなんしようったらサンタさん来んでって言われて、言われるな。なんで、なんで、なんでってなってた記憶があるな。可愛いよな、今考えると。うん、素敵、のんのん7547さん。妹が生まれてお姉ちゃんになれたこと。めっちゃいい。なあ。慣れたことっていいよな、うん、なったことじゃない、うん、慣れたこと素敵です。いいお姉ちゃんなんだろうな、うん、NM5VN さん。好きな人のために勝負下着買ったけど誘われんかったはボケちょっと待って、これ別にさ俺ら悪くないやんこれ、俺らはそのストーリーがこのボックスを作ってあげてるわけで、そこにちょっとあの八つ当たりしないでもらえる？すごいな。好きな人のために勝負して買ったけど誘われんかったらボケ語呂がいいんだよ、なんか気持ちいいな。そう、気持ちいいな。いやでもまあいいんじゃないですかいいな、面白いな。なんかそういうことをこうさらけ出してくれるのがすごく嬉しい、うん、なんかボケまでR8101736 さん。バイト同じ彼氏とデートしたらコロナになって内緒にしとったバイト先に付き合ってることバレた。あ、どういうこと。あ、
2人でコロナになったってことが、で内緒にしとったバイト先に付き合ってることバレた、そんなんでバレたんや、同タイミングコロナになったからってこと、お前ら一緒にいただろうって言われたってことが、しんどいな。バイトって多いな。俺絶対こうあの学生の時はバイトだったな、毎年クリスマス、うん、クリスマスだって焼き鳥屋とか一番人気やん、鶏肉屋くん、そうよ、行くかないや来るんじゃって、マジで、あのそのさ家族みたいなのは来んよ、正直そうじゃない、そうじゃない人たちが、あ、そうそうそう、相手がいない人たちってこと、いや、なんかな、こう言うたら飲み会みたいな、うん、で使ってくれることが多くて、で、その、まあ、鶏肉はまあ関係ねえか今思うとね、多分その居酒屋ってだけだけど、でもクリスマスめっちゃ忙しかった、そうで、結構長い時間入れたのかな、その日、うん、だけど大体もう夕方前からもう夜まで入って、フルマックスで高校生が入れる時間まで入って、で逆にそっからみんなと遊びに行ったりしようかな、あ、夜ね、うん、中学校までは割と家族でおることが多かったけど、高校生になってやっぱ友達とか、まあ、逆になんならそのバイトの店長とか、うん、もうそういう人たちともうそのちょっと早く終わったらそのままそのお店で飯食ったりとか、うん、でそこに逆に親呼んだりしようかな、本当家族好きよな、でも仲いいよな、仲いいっていうか自分のその縄張りに親入れるの、なんか学生の時ちょっと嫌じゃなかった縄張り友達とか周りに親を連れてくる、なんかちょっと恥ずかしいというか、なんかそういう思いが俺はあったけど、わかるけど、うん、なんか俺の場合はさ昔からずっとダンスやっとって、うん、その姉貴とも2人でチーム組んどったが、うん、もうそういうイベントに行った時って姉貴と母親と3人で絶対その場所にいたんよ、うん、だからそこなんやろうな、そういうのが当たり前だったから、親がいる状態で、うん、なんかそのダンスの友達とかもいるのも普通だったし、うん、親同士が仲良くなって、うん、そのダンサーの友達ができたのもあるしみたいなので、うん、なんかそれが普通だったよな今まで、まあ高校とかになると、まあ、高校の友達とかできるけど、まあでも直人も別に普通に親に会うもんな、うん、なんか東京に親来た時に飯食える時に直人呼んだりする普通に、うん、でなんか「あ、直人じゃが」って普通に母親は嬉しくて一緒になお酒飲んだりするよな、うん、でも逆に直人のお母さんとかあんま会ったことないもん、あんまっていうかないもん、そうね、うん、ないかも、ナオトんちは1回だけ行ったことあるな、うん、あ、でもその時行ったんか、おったよ、でもなんか家の電気ついてなくてさ暗っって思った記憶があるなこの家暗くねなんかチャーハンかなんか食った、全然覚えてねえ、覚えてねえな、いやなんかアパートのさ、うん、2階みたいなとこじゃない、うんうん、ああじゃあ合ってる、これ何の話やったっけ、な、うん、ずれすぎたよな、いいな、でもみんなクリスマス楽しみっすね、楽しみっすね、今年は仕事、おー、いいやん、え、クリスマスでも来る、やっぱ来る、あー、もうデートの前とかかな、だし、まあそういうのは別になんか私は関係ないなみたいな今一定数いるから、そういう方と一緒に過ごして、いや昔からの行きつけのご飯屋さんに行ってご飯を家族と食べる、ほなさん素敵、やっぱちょっと大人になった時に親と一緒にこうクリスマスを過ごしたりするのってすごいいいと思うよな、うん、うん、やっぱ俺らってなかなかそれができんけん、逆に できる皆さんはぜひそれをやって、で逆にそこにそれこそさ彼氏とかさ友達とか連れて行けばいいと思うよな、でみんな巻き込んじゃえばいいんだよ、あ、去年のクリスマスライブで、あ、いつめり歌ったんだ、そういえばビーズさんの、あ、へえ、そう、絶対俺出とんなそれそれ絶対俺出とんなと思って、好きやもんなビーズ、いや、めっちゃ好きよ、だって出身岡山のもう大スーパースターですから、父親がずっとファンクラブに入っとって、なんか一番行ってんじゃないかなライブ、人生の中でビーズさんのライブって、俺小学生の時から行っとるし、うん、もうビーズの曲ほぼほぼ知っとる、マジで、そうだからカラオケ行ったら絶対ビーズ歌うし、モノマネしとるよな、はい
いや結構自分でも似てるなって思うんですけど、ちょっとワンフレーズやって。え、あのじゃあ一部と全部でいい。うん。てて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 そうなんやろな。でもあの結構メンバーの前でもやったりするんですけど、その時はめっちゃ盛り上がるよ。もうすっごいいいな。またみんなでカラオケ行きたいな。カラオケ会とかやります？でも 歌うやつ2人しかいないから。俺ら逆にね。10年くらい前、自分へのクリスマスプレゼントでレーシックをしました。A キックさん23。レーシックってどうなんだろう。なおと目いいっけ。目いい2ぐらい多分いける気がするけど、落ちてなければ。いや俺もさ、昔は目良かったんだけど、中3ぐらいから一気に落ちて、子供の時って怖いよね。視力落ちてガーって落ちてくる。本当にガーって落ちていくやん、もう黒板が見えなくなるよ、どんどん。で、赤外してその場所によって、うわ見えんわって思って、もう高3の時には一番前の席でも裸眼だともうこう目細めてやっと 見えるかなぐらいになって、これやべえなって思って、そのままランページになったよ。でランページになって、その目の悪さが原因でステージから俺一回落っこっちゃってさ。あ、見えなくて、ね、そうそうそう、リハの時に落っこちて、でその時にうわもうこれダメだって思って、コンタクトにしようって思って眼科行ってコンタクトにして、今コンタクトなんだけど、もうどんどん落ちてる今。あ、今も？そう。でもあの緩くなってきたよ、その落ちのスピードは。昔はすごかった、カーコーンって落ちていくから。やっぱまあ遺伝とかもあると思うけど、もちろん携帯とかもな、それはそうじゃけど、レーシックってどうなんやろなと思って。やっぱりさ、やっちゃうと楽じゃん、コンタクトもせんでいいし、でまあ、俺の場合そういうライブとかでカラコンするけん、まあ、逆にそういうとカラコンとかできるから、もうその今はコンタクトでいいんだけど、まあ、でも一回考えたよね、レーシックは。マジで角膜をなんかこう一回剥がすみたいな、確かレーザーでペリってやって。どういう原理なんて思うんだって。誰が気づいたん最初に。これ削れば目良くなるよなって、ちょ、やらしてやってなって。え、ちょ、やらしや、あのこれマジで目良くなるけどやらしや。え、絶対嫌でしょ、最初。でもやって、すげーってなってる。でもあれもなんかこう、自己責任系ですよね、やっぱ。そうなんだ。まあ何があるかわからんからな。かわいい、みんな写真送ってくれたりしてる。ね、トナカイとか。そんなことできるのかな。確かに。こういうの送ったことないけんさ、今度誰かやった時送ってみよう、写真。できそう？もう、ほぼ。崩していいさ。ぐちゃぐちゃに。ぐちゃぐちゃに。今年のランペイのライブはね、どうしようかな、ほんまに。まだそんなに決めてないな。結構年末に向けてこうバッと稼働していくときにさ、一個一個にこうなんかスペシャル感を出したいわけよ。やっぱりクリスマスライブだったらクリスマス、まあクリスマスライブとは言ってないんだけど、ファイナル、実質ファイナルない、その16ツアーっていうのが、だけどそのガチガチに16ツアーってこういうもんだぞっていうのを見せたい自分もおるし、レイバーズからしたらこれがクリスマスの思い出になるからさ、そのクリスマスの曲をやってあげたいっていう気持ちもあるんやな。ってなるとクリスマスの曲もやってあげてえしな、みたいなが今自分の中であって、それをこう結構みんなと喋ったりしょるけど、去年と同じことやってもなーみたいな。まあ毎年のそのルーティンになっても嫌じゃけん、なんか今年これやるんだみたいなことはちょっと入れていきたいなっていうのがあって、それを今絶賛探し中。いいなー、行きたい。あ、もう終わってます。無理です。ラストか。ラストよ。
なんかあと、あっという間だったな。いやでも5月くらいからやってますからね俺ら、うん、半年。まあそこでどういう発表があるのか楽しみに楽しみにしたいと欲しいなって思います。お腹空いたな普通にね。うん、行きましょうご飯食べに。今日はオムライスですよね。一番好きやろ。最高じゃね。できました。できました。お、うん、うん、テンション下げてくるわ、うん、これできた。これでこれでそのできたできたって言えるんだ。いやまだまだ頑張ります。あ、そうなの。あ、そうそうなの、はい、まあ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 いいんちゃう。もう別に今日これで勘弁してもらっていいですか。はいはい。じゃあということで、皆さんたくさんのお便りありがとうございました。ちょっとダラダラと長らく喋ったんでね、これがどうせ10分ぐらいの動画になってると思いますが実質1時間ぐらい撮らせていただいてもろてます。はい、皆さんクリスマスは、まあ、ランページのライブに来るしはね、あの僕らと素敵な思い出を、そして、まあ、恋人、友達、家族と過ごされる方は1年に1回の大きなイベントとして素敵なクリスマスをお過ごしください。ということで皆さんメリークリスマス。以上、山翔と直人でした。バイバーイ。絶対あげんからな一口欲しいよね、さすがに。絶対あげんからな